ずっと考えてたんだ。うさんくさい、信用できないって思われてる会社で一体僕は何をするんだ。IT というと通信スピードが速いとか情報量が多いとか無料で使えるとかそういうことばかりで競い合ってるが、どうでもいい。 IT とは人々の生活を豊かにするものだ。パーソナルファイルだってそうだ。はい。グラハム・ベルという男はなぜ電話を作ったの？事実はわからない。でも僕はこう思う。遠くにいる恋人の声が聞きたかった。それか心配ばかりする母親に無事を知らせて安心させたかった。メールに写真をつける機能だって同じだ。離れている人と同じものを見て一緒に笑ったり喜んだりしたい、そう思ったから作ったはずだ。 IT の中心にはいつも人間がいるんだ。僕らの仕事は多分大切な人を思うことから始まるんだ。君たちにもそういう人がいるだろう。だったらその人のために作ろう。ここで。次なる革新は君たちの中にある。